毒山鳥は、イグチモクイグチカサトリアス族の中型長王型の近婚性のキノコである。1995年に、長沢久志氏により命名、発表され、山鳥竹族として、ボレタスベナネタスの学名が与えられていたが、2015年に、中国科学院混迷植物研究所の研究者、ギャングと、養殖量によりニオベリタス族に編入され、翌二千十六年には、 さきの二名によりさらに別族であるサトリアスに編入し直された。現在のところは日本でのみ確認されている。しっかりした肉質を持つ非常に重いキノコで、自供で倒れているものも散見される。典型的なイグチ型のキノコで、食用菌のように思えるが、強力な消化器系の毒を持ち、下痢、腹痛などの激しい中毒症状に見舞われる。過去。 日本においてはイグチ型のキノコに毒キノコは存在しないとも言われていたが、このキノコの報告によって覆された。しかし、長野県では多平イグチとして昔から知られていた。この名は太平というものがこのキノコを食べて亡くなったというところから来ている。夏から秋にかけて、主に赤黄山帯及び北方の新葉樹林に発生する。特に、 富士山の白びそばやしに多く発生する。地上性で炭性、または少数が群生。傘の傘径は10から25センチメートルで半球型から後に平らな満洲型。表面は高褐色で少々ビロード状、後にわずかにフェルト状になり成熟すると執地に多少粘性を持つ。殻の長さは10から20センチメートルで白色から単高褐色。 表面に網目模様はなく成長すると赤葛色のシミが上部にできる。上下ほぼ同じ太さか中央がやや膨らむ。根本は黄色の菌糸で覆われている。観光は柄に理性し微小で黄色から高褐色。傷つけるとゆっくりと青変身、高褐色から褐色のシミとなる。肉はしっかりしており炭鉱色。これも傷つけるとゆっくりと 青変するが、観光ほどではない。独特の周期がある。毒は、タンパク質系で、胃腸毒、腎毒性を持つとされる。少量食べただけでも5時間ほどで下痢腹痛、嘔吐、発熱などを起こし、腎臓に障害を起こすこともあると言われる。毒成分には、タンパク質のボレベニン類、イソレクチン類が含まれ、マウスに対する致死性が確認されている。 雰囲気がよく似ている赤山鳥、ありがとうございます。